はい、お疲れ様です。マッピーです。今回は超ゴマパレード新ゴマアップ回していきます。今回の新超ゴマがエリスということで魔属性の S ゴマなんですけど、今年入ってから魔の S ゴマ HP 高くねって思うぐらいにはね、これ進化も投下もどっちも HP 高くなっていてですね、あの魔単条件なんですけど、あの進化がエレメントで投下がまあシンプルに魔単で使えるような性能となっています。ということで見ていきましょう。まず進化のエリスですね。でこのエレメントスキルというかエレメントで使えるスキルヒールトランスのコンボをトライレゾナンスってことでね、割と最近出たエレメントっていうデッキの新たな戦力として活躍してくれそうな性能なんですけども、エリスはヒールトランスでまず色を整えることができるんですね。3600回復しつつエレメントを1個ね選択して最も多いエレメントから、選択したエレメントに獲得個数を1個移すということで、エレメントってねその3種類赤青緑っていう風にあるんですけど、まあ、どれかが偏る可能性があるんですけど、エリスは3600回復しながら、偏ったやつをね偏ってない方に1個移すことができるというもの でその上でこのコンボスキルなんですね、トライレゾナンス。これがねそれぞれの色を2つあれば最高のパフォーマンスをしてくれるんですけど、青が2つ揃っていると2000特殊、赤が2つ揃ってると1000の毒ダメと2000の火炎ダメージで、緑が2つ揃ってると500吸収っていう風に、それぞれの色が、まあ、2個あればめっちゃコンボ強いよっていう風になってますね。まあ、1個とかでもね最低限強いところあるんですけど、まあ、簡単に言うとねコンボが超強いんですね。うん簡単に言い過ぎたな。で、性能としてはまず HP 2600と変わらんぐらいのこの HP 高すぎますよねってことで、めっちゃ HP 高いで、スキル3600回復した上でコンボまで狙いますよっていうのがこのエリスのね使い方というか戦い方になると思うんですけど、まあ、実際ね回復しかできないっていうのはね、まあはっきり言って微妙なとこではあるんですよ。アンチヒールとかに引っかかるところもあるし、ただ回復した上で色を整えることができるのはね、まあ、結構強いんじゃないかなと。コンボスキルとのシナジーがちゃんとあるんでね、うん、なんですけど一旦完結めっちゃ使いやすいけど、やっぱり回復しかできないっていうのがなんだろうな、 S ゴマとしては魔単の S ゴマとしては、まあ、火力の心配にはなってくる。ただそれをコンボで補うってことで、まあ、とりあえずエレメントにはね入れていい性能なんですけど、ちょっと別のデッキの例えになるけど、まあ、一ターンに短縮したゲイボルグみたいな感じです。花鳥風月でいうところのゲイボルグ、あいつはねバーストバリア3ターン張りつつコンボスキル超強いじゃないですか。でエリスは一ターン完結で色の調整もできてコンボが強いっていう感じなので、まあ、そのバーストバリアと回復の違いとかあるけど同じ防御系のねスキルっていうことなんで、まあ、勝手としてはそんな感じだと思ってください。まあ、とりあえずねエレメントには入れていいと思います。3600回復で大体はね相手リスタルずれると思うし、でその上でコンボも狙ってね火力も出せるしみたいな感じで、うん、はい、スキルで回復しかできないっていうのはねアンチヒールがきついところあるけど、まあ、エレメントには間違いなく入れてみていいと思いますね。この HP 量で3600回復なんで、これ出しときゃ大体一旦は耐えれると思っていいと思います。はい、アンチヒールには気をつけろそんな感じのエリスでした。で10日のエリス、こちらスキル吸収なんですよね。アンチヒールには気をつけろまたアンチヒールには気をつけろパート2なんですけど、まずこのエリスステータス超高い。これまた HP2400 超えの、アタックも1500あってですね、でスキル吸収なんですけど、相手のキャラゴマ1枚につき最大 HP の 2.5% 吸収、最大で 8% の吸収で、コンボスキルが相手のキャラゴマ1枚につき最大 HP 3% の毒ダメージ、最大で 13% の毒ダメージを与えるというものですね。一旦完結はね非常にいいと思います。マタンとしてはね一旦完結別になくはないんですけど、結構タンスのかかるコマそれなりにいるんでね、2ターンとかディザイアとか含めるとフェルグなんて割と3ターンかかったりしますからね。まあそれでも強いんですけどね、うん、そんな中ねエリスは1ターンでアドバンテージを取ることができる。で、ただしこれ相手のキャラゴマわりかし要求されますね。スキルに関しては、まあ、3枚あれば 7.5% で4枚で 8% 吸収できて、でコンボについてはまあ5枚ぐらい必要なんでね、最大値出すのには。まあ、4枚でも 12% だからほぼ最大値に近いんですけど、比較としてはね、まあ、村正が比較対象になるんじゃないかな。コンボスキルが村正とほぼ同じなんですね。特殊か毒の違いで、エリス 8% の吸収なんですけど、どれぐらい強いかっていうと、対面が HP3 万だったら2400吸収できます。
あのノーチャージで使えるフェルグみたいなもんなんで、やってることはまあもちろん強いんですよね。ただフェルグはですね、あの魔獣とかで使える中、エリサマタン条件ってなった時に、マタンってとにかく S ゴマがめっちゃ強いじゃないですか。って考えるとマタンに必須とまでは個人的には思わないと思うんですね。あのスカーハとかムラマサとかフェルグがいるっていうなった時にね、あのエリスやべえわこいつ絶対入れるわってなるかって言われると正直怪しいところなんですよね。うん、まあ、でもねもちろん強いことには変わりはないんですよ。 8% 吸収できるっていうのは、あの即時で一ターンでこれをやってくれる、しかもアタックも超高いんで、実際やってることは超強いんだけど、あの元のマタンのエースゴマって結構いろんなね強いコマがあるので、うん、そういうところじゃないかな。あとそうですね、あのマンドラゴラとかも多分比較対象に入るんじゃないかな。あいつ HP 条件ついてるんですけど、2000吸収とデバフの 40% ついて、コンボも怨念で超強いんでね、あの HP とかはね全然違うんですけど、まあでも、うん、なんか次世代マンドラゴラみたいな感じじゃないですかね。あのまあ吸収っていう部分が一緒っていうのと、あの割と雑に使えるんで、あと最近はね、もうメルベミラーとかになった時にこと入れときゃね、2手目で使えたりしてありしてね、まあ2手目で使うことないと思うんですけどね、この8番球種、あの対面側とね、早めにフェルノート出してきたら、じゃあ早めにエリス出してコンボスキルも狙っちゃうよみたいなこともできるから、まあ実際強い。うん、特に神対面で強いかな。2400球種ぐらいやっちゃってコンボスキルも 13% の毒ダメージ出しやすくなるんでね、フェルノート出された場合なんですけど、そんな感じかな。まあ、必須とまではいかんけど、両方 HP 高くて、で、まあ、どっちもね、あの吸収とか回復とかっていう風に自分の HP を回復する手段を持ってるってことで、アンチヒールには気をつけろ、そんな慎重駒ですね。ということで回していきましょう。今回松パック買ってきたんでね、まあでもね使いやすくはあると思う。あの一旦完結なんでね、なんか出すタイミングとかはある程度あの自分でなんか、あここはもう このタイミングで出さないとみたいな時あるじゃないですか。例えばターンスキルだったら、あここで出さないとダメなんだみたいなんだったりするんですけど、こいつ一旦なんでね、そこは使いやすいと思います。マジ、これ結構嬉しいんだけど、俺松パックからひまり出したんだけど、なんとね P さんひまり持ってませんでした。やったね、ひまりテンション上がる、ひまりゲッチュこれテンションも上がるってことで嬉しいな。これひまりの動画を出すの確定です。まあそのわけで本編、うん、あの超ゴマに関しては、アマテルの2体目とか、まあそれこそ今のひまりの2体目とか、フルフレの2体目なんかも欲しいなっていう風に思ってます。さあお願いします。いやひまり当たったの普通に嬉しいないやでも今回の、目玉はエリスなんで、エリス、アリス、ここで出てくれていいよ。本当に？はい、撤退します、撤退します、ありがとうございました。ということで、この動画が面白かった、エリスの性能解説が参考になったとかありましたら、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。やったー、松パックでひまり出て11連でエリス出た、勝ちや嬉しい。ということでね、あのエリスの動画近々出していくので、ぜひともよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。これ動画面白かったという方は、あの以下同文、さっきもね言った通りなんですけど、お願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。